ってくれてありがとな、キリト。なんだ？なんでもない。なんだよ、そう言われると逆に気になるぞ。悪い。え、怒らずに本気で謝るのか？どうした、メディナ、熱でもあるのか？本当にすまない。さらに落ち込んだし、予想外にも程があるぞ。待って、お前は普段の私を何だと思っているんだ？おう、いつものメディナだ。これがいつもだと？お前、失礼にも程があるぞ。な、ごめん、だってなんか今日ずっとメディナ様子が変だったからさ、ちょっとメディナらしくなかったから心配だったんだ。私らしいとはなんだ？え、キリト、お前にとって私は。キリトにメディナ殿、お帰りなさい。よう、アリス。騎士長より調べてほしい案件があるとのことです。早急に来てください。メディナ殿も一緒に。そうか、また新しいカラントが出たとかか。あの滞在人の隣にはいつも誰がいますか？申し訳ありません、アリス様、具合が悪いのでその会議は欠席したいと思います。そうですか。では後ほど私からメディナ殿に話を伝えに行きます。え、メディナ大丈夫か？様子が変だと思ったらやっぱり具合悪かったのか。早く言ってくれれば。大したことじゃない、頭痛がするぐらいだから。アリス、悪い、ちょっと待っててくれ。ええ、わかりました。では天幕にて待っています。それはあなたでしょうか、それとも私じゃない？メディナ。なんだ？具合が悪いのを引き止めて悪いけどさ、何か言いたいことがあるなら本当に言えよ。では一つだけで構わない。一つだけ？ああ、私の質問に答えてほしいんだ。なんだ？お前はもし自分の思いと自分の大切なものを天秤にかけることになった場合、一体どちらを選ぶ？難しい質問だな。でも決まってるよ、俺は自分の大切なものを守る方を選ぶ。それはなぜ？俺は自分にとって大切な人が傷つくのは嫌なんだ。できればもう誰にも死んでほしくない。お前も大切な人を亡くしたことがあるのか？ああ、だからもう二度と同じことは繰り返したくない。その後悔をしないために俺はみんなを守りたいんだ。英雄気取りも甚だしいな。聞いていて恥ずかしいし、なんかめちゃくちゃムカつく。なんだよ、聞いといて失礼だな。みんななんてどうやったって守れるわけないだろう。なぜそんなことを信じられる、信じようとする？いいだろ、信じようとするのは俺の勝手だ。まったく、恥ずかしいくらいお前の持つ正義は英雄らしいよ、キリト。お、最後だけ褒めてくれたな。質問の答えにはなったか？ああ、なったよ。私も自分にとって大切なものを守ることにする。そっか、でも頑張りすぎてあまり無理をするなよ。そのおせっかい、ほんとムカつく。え、またムカつかれたのかよ俺。ほら、アリス様を待たせるな。わかった。あ、そうだ、この近くで猫見つけたんだ、また餌やりに行こうぜ。
メリナ？頭痛がひどくなってきた。もう行くよ。ああ、気をつけてな。さよなら、キリト。